世界自転車デーの6月3日土曜日朝6時35分の日本海は無風って言おうと思ったら今かすかに温床がかすかじゃなくてしっかり温床が右前から吹いてきました。右は練りは入ってますね。昨日よりかなり練りはしっかりしてきました。今結構正面から強い温床が右の真ん中あたりですけど吹いてきています。カメラのライフ分手で追いました。例によってこっちは今風が止みましたね。手外してもこんな感じです。うねりがインサイド組に割れてます。今風が止みました。気温は19度ぐらいです。風は今止んでますね。さっき右側のセンターでかなり強い温床が正面から吹いたんですけど、こちらは今完全に無風です。時々ああやって温床が吹くんでうねりがこうやって入ろうとしてるんでしょうね。今日終日どうですかね。